皆さん、こんにちは。ビジュアル系ロックバンド、ザ・ガゼットの公式サイトが16日に更新され、ベーシスト、レイタさんが亡くなったと報告されました。このあまりにも突然の報道に、ファンは困惑、そして悲しみに包まれています。レイタさんはなぜ亡くなってしまったのか、どんな人物だったのか、調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2024年4月16日、ザ・ガゼットの公式サイトが更新され、皆様へ大切なお知らせ、ザ・ガゼットを応援してくださっている皆様に、謹んでご報告いたします。とした上で、弊社所属、ザ・ガゼットのベーシスト、レイタが令和6年4月15日に永眠いたしました。と報告されました。いつも温かく応援してくださった、ファンの皆様、これまでお世話になりました。多くの関係者の皆様には、生前のご厚意に心より感謝申し上げます。バンドに対し熱い思いで、活動をしてきた彼のエネルギーは、決してこれからも変わることなく、輝くことと思います。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく、悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社、ザ・ガゼットメンバーにとって、大切な所属アーティストであることに、変わりありません。葬儀に関しましてはご親族の意向により、近親者のみで執り行わせていただく予定でおります。心痛な思いにご配慮をいただき、関係者への取材行為や憶測による、記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることを、ひとえにお願い申し上げます。と掲載されていました。この訃報を受け、ファンからは、悲しい、信じれない、でも今は安らかにお眠りください。信じられない、まさかレイタが、ショック以外まだ何も、言葉が出てこないです。え、待って、嘘って言って、びっくりしすぎて、と、信じられずに、悲しむ声で溢れています。ザ・ガゼットはメンバー全員が、作曲できる稀有なバンドで、レイタさんはベースを担当しながら、作曲もしていました。もともとはレイタとひらがな表記で活動していたのですが、ザ・ガゼットの結成10周年にあたる2012年にレイタと英語表記に変更されました。ファンの間ではレイちゃんとも親しまれていました。レイタさんは1981年5月27日生まれということですから、42歳という若さで亡くなったようです。レイタさんの X での最後の投稿は、4月15日の午前3時50分、ザ・ガゼットは永遠であってほしいと願う、とだけ綴られており、何か意味を感じてしまいますよね。死因については現時点で、公表されていないためわかりません。生前何か病気を患っていたということも、確認できていません。X の最後の意味深な投稿が、何か不穏な空気を漂わせていますが、真相は未だ闇の中。レイタさんはルキさんやウルハさんと同じ神奈川県で生まれ、小学4年生の時にはサッカークラブに所属しており、そのサッカークラブでギターのウルハさんと出会います。ちなみにウルハさんはレイタさんのことを、小さくてひょろいもやしみたいなやつだけどみんなを笑わせてくれる存在という印象を持っていたんだとか。レイタさんは中学生の時に音楽に目覚め、アコースティックギターを始めたそうですが、短期間で挫折、その後にエレキギターにチャレンジするも、やはり難しくて挫折してしまいます。その後、練習しなくてもできると感じた、ベースに出会い、ベースを始めたそうです。中学生の頃はウルハさんらと一緒に、ルナシーのコピーバンドをやっていたそうです。レイタさんがバンドをやっていた記録として、残っているのは、カラスというバンドが最初、結成時期は不明ですが、2001年に解散しています。なお、当時レイタさんは、レイキという名前で活動し、ベースを弾いていました。バンド解散後の2001年、レイタさんは、ルキさんやウララさんと、マディ・キューセというバンドに所属します。その後、2001年から2002年に、ライクリスに所属し、解散後の同年2002年に、カルテチアノーゼでベースを弾きます。これらのバンドでの名前は全てレイキ名義でした。カルテチアノーゼが解散してからは、レイタさんは2002年に
レイタという名前でザ・ガゼットのベース担当となります。この時にはメンバーにギターの葵さんもいて、その後2003年にドラマーとして甲斐さんが加入します。レイタさんは当時練習しなくてもできるなんて思いながらベースを始めたようですが、そのベースサウンドはとてもエモーショナルで、弾いている姿だけでも感情が伝わってくる。ライブなどで見せるのが上手いプレイヤーでした。またライブなどでは頭上 2,3 メートルの高さにベースを放り投げてそれをキャッチするパフォーマンスが定番で、何度か失敗してベースを壊したり頭から血が流れたりしたこともあったようです。レイタさんのトレードマークといえば鼻に巻いてある布、本人曰くこれを巻くとレイタとしてのスイッチが入るらしく、デビュー初期からずっとつけています。レイタさんが着用している布も実は少しずつ進化しており、15年くらい前はカーテンをまとめる紐のような布でしたが、2015年からマスクに変わります。ガスマスクをビジュアル系にアレンジした雰囲気のもので、2017年以降は鼻の形が浮き上がるものに変わっています。髪型もゲームのキャラクターのように金髪でツンツンしているので鼻の布にマッチしていました。ちなみにレイタさんは顔の一部を隠したらかっこいいという考えのもとに、初期の頃は片目だけを出していました。しかしそれだとうまくベースが弾けなかったため、だんだんと露出する顔の面積が広くなっていき、その結果今のような鼻を隠すスタイルになっていきました。また片目が隠れているのは顔の一部を隠すのがかっこいいという考えの名残だと言われています。見た目は金髪でヤンキーっぽいですが、実は家族思いな人ということで有名で、長い間家族に家を買ってあげるというのが夢だったというレイタさん、この夢を達成して母と祖母に家を買ってあげたそうです。そんなレイタさんはバンドでは先述した通り作曲もしていますが、レイタさん作の曲はかなりレアで、ザ・ガゼットの曲のほとんどは他のメンバーの作曲となっています。例えばカラスという曲ではレイタさんが作ったのだとすぐわかるくらいベースの音がかなり目立っており、スラップというベースの弦を叩く奏法でかっこいい楽曲です。そんなレイタさんの気になる恋愛事情についてですが、所属の PS カンパニーは恋愛事情にうるさいようで全く公表されていません。しかし結婚していてもおかしくない年齢ですし、彼女がいても普通です。ちなみに好きな女性のタイプは考え方がしっかりしている人のようです。突然この世を去ってしまったレイタさん、なぜ亡くなったのかという部分についてはまだ公表されていないため分かりません。亡くなられたことはまだ信じられませんし、ファンもそうだと思いますが、長年連れ添ったメンバーは悲しみの底に沈んでいるでしょう。これからもレイタさんが残してきた曲は我々の中で響き続けます。まだ気持ちの整理がつかず聴けないこともあると思います。落ち着いた時にでも曲を聴いて、レイタさんのザ・ガゼットとしての歩みを思い出してみてください。ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。